おはようございます。今日はですね、コンチェルトムーンの新しいアルバムの歌詞がほぼほぼできてきたので、志麻さんとスタジオで実際に僕が歌ってみて、で、微調整をしていくという、この作業は何日かやる予定ではいるんですけど、今日が1日目ということで、今日の動画を楽しんでいってください。おはようございます。おはよう。早いということで、スタジオに着いたので今から中に入って作業を進めていきたいと思います。どれぐらい伸びる？あ、結構短いですね。割と短いな。ちょっとオケが聞こえるかつけてみてくれる？読み込めた。聞こえる？はい、ちょっと大きい感じですか？全体の音が？はい。声もらっていい？うわめっちゃ張った時ってくるぐらい。もうちょっともらっていい？やっぱ俺より声でかいな。あ、本当ですか？志麻さんめちゃくちゃ声でかくないですか？でかいよ。でかいですよね。オケがどれぐらいの音量がええか、そのマイクで言うて、大きいとか。あ、わかりました。もう少し下げてもらっていいですか？あ、OK です。あ、いいじゃん。ボリューム大丈夫そうです。全然大丈夫。さあね、ちょっとだけクーラーつけない歯が。あ、いいですよ。さだめさだめ、そこまでちょっと練習してみようよ。はい。ちょっと待ってな。8小節前から出すよ。はい。練習。刻まれるで。うん、そうやね。泣いたとかうさだめ。うん、三行目はいいですね。やっぱり、いーまーもが、いーがまだ低い。いーまーも、その上。いーまー。いーまーも。で、いけんかな。あ、わかりました。そっちの方が多分この言葉をはめたとき、今歌ってんのが、はい、ほにゃらら語の、デモのときはそうなんやけど、あ、この言葉をはめると、いーまーもってやった方が、よく聞こえるから。わかりました。うん。燃え尽きるまでは。そう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 、そんな感じでいこう。はい。じゃあいきますよ。はい。そう、燃え尽きるまでは。綺麗な声やな。You never find。You never find. あ、そう。Never find. うん。You never find. あ、そう。You never find rainbow。それ。あ、今。だけど今めちゃめちゃ恐る。それをこう自信満々に。あ、自信満々に、わかりました。いけたと思う。ピッチは割と良かったです。うん。
いやいや、これはそういうチェック用やから、はい、じゃあちょっとこれを落としますから、はい、座って。あ、ちょっとじゃあトイレ行ってきますか。うん、ちょっとやっときます。はい、ということで1曲撮り終わったんですけど、今日は3時間ぐらいを予定してるんで、あと2時間ぐらいかな。では引き続きやっていきます。ビブラートに入るのがちょっと遅い。はい。バライト。いいんじゃないかい。繰り返す。うん。The light find a way 繰り返す。この手。そうそうそう。っていうことやね。はい。これ2はどの辺まで？タカタカタタカタカタタカタカダまで。ダまで。ライブの時はまた考えなあかんな。ああ、そうですね。うん。この手に。よかってんけど、リズムがちょっと後ろやったな。ああ。ピッチはよかったけど。はい。もう一回いこう。はい。この手に。あ、ごまかした。こうで、はい、そびれました。おの手ににして、ごまかした。もう一回いこう。この手に。いいんじゃないの？ガーン！いいんじゃない？あ、ごめんなさい。うん。お疲れ。お疲れ様です。これしんどいね。5時までに撮れた。ああ、よかった。よくまでいけるかな。もう一回してください。これは、あと CD 焼いてるだけやから構えへんやろって言うとこ。終わりました。ということで、志麻さんとはスタジオで解散して今帰宅途中なんですけど、まだデモテープを作るっていう段階なので、実際のレコーディング始まってみないと分かんないことも多いと思うんですけど、まあ、まずまずの始まりかなという感じです。これから帰って、またちょっと撮ったものをチェックして、修正するところは修正してという、そういう感じで、やっていきたいと思います。で、また来週もこの作業をすると思うんですけど、またブログ撮れたらなというふうに思います。車の通りが多くなってきたので、この辺で今日のブログは終わりにしようと思います。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。動画がもしいいなと思ったら、高評価と、まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。